神奈川橋は、埼玉県小玉郡上里町哲河原と群馬県高崎市新町の間を流れる神奈川に架かる国道17号の橋。神奈川の最下流に所在する。現在の橋梁は1934年9月2日の佳境である。橋町は410.4メートル、福音7.5メートル、島町22.2メートルの18景観、単純後半桁橋である。 歩道は下流側にのみ設置されている。下橋から80年以上が経過し、老朽化していること、交通量に対して道幅が狭く、ボトルネックになっていることから、下流側に本庄道路の新橋を下橋中で、2022年内に2車線で暫定開通する予定。新橋開通後に原橋を撤去し、跡地の一部用地を利用して、新橋の4車線化が行われる。 始祖寺の駅本城宿神奈川旅場、神奈川の私、または、弟子河原の私は、武蔵国上郡、弟子河原村と上野国田の郡新町を結ぶ中仙道の都線であった。1777年には公式に都線上が設置されていたとされる。都線上には1781年に本城宿の戸谷三衛門により、長さ30軒。 幅2県の土橋が仮設されたという。天正10年、1582年に、滝川和松と、北条宇治名を、宇治国の合戦が行われており、橋の西詰めに、神奈川五泉城の日が設置されている。高崎線神奈川橋梁神奈川橋と根川に、合流。ありがとうございます。